クロッチクラッチ。はい、ということでこちらはですね、クラッチクラッチは選手と視聴者が2対5で戦うガチ対決、 RJL 選手はクラッチできるのかというね、 RJL プロプレイヤーとしてのプライドをかけた対戦となります。参加募集はすでに終了していますので、本当ね、今回ちょっとね、くしくも抽選に漏れちゃったよという方はぜひ次回また応募していただけたらなと思います。それでは早速選手の方を呼んでいきたいと思います。今日参加していただくのはこちらです。はい、サイクロプスアスリートゲーミング大阪からアヤゲーター選手、そしてイグレスから真央選手だ。真央選手です、お願いします。お願いします。お願いします。お、ごめんごめん、お願いします。あれ、アヤゲーター君声聞こえてるかな、これ。あ、聞こえた。お願いします。さあ、お二人のこう共通点は。共通点なんてないですよ。おっ、こちらもう犬猿の中で仲悪いですけど。あれ、いや、ちょっとちょっと、どうしたらいい、私この立場ってなっちゃったら。いや、でもどうしようもないですよ。あ、どうしようもない、わかりました。それではやめてください。まあでもね、そんな系の中の2人にもね、こうどんな、こうなんていうんですか、一緒にやってどういうプレーが見れるのかっても視聴者もすごい楽しみにしてますんで、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします、はい、さあ、そしてですね、クラッチクラッチのルールを説明したいと思いますが、プレイラウンド数は3ラウンドです。選手は攻撃、視聴者は防衛となっております。武器やガジェット、オペレーターの制限はありません。ということでガチでプロとの対決になっております。さあ、ということで、お一人ずつちょっとね、あ、そうそう、こっち読まなきゃね。選手は RJL 選手としてのプライドをかけて、視聴者の皆様は RJL 選手を倒したという名誉をかけて戦っていただきたいと思います。プロの連携から視聴者は防衛ができるのか、野々宮美香プレゼンツクラッチクラッチ、もう一つの RJL を皆様にお届けさせていただきたいと思います。ということで、まずはアヤゲーター選手、意気込みをお願いいたします。はい、まずは味方から欺かないと、敵は欺けないので、はい、まずは真央選手を殺してから、どうかなと。あれ、1v5 になるのね、速攻ね。1v5 に始まりますけども、はい、さあ、そんなコメントいただきました真央選手、どうでしょうか。はい、めちゃくちゃ仲いいんで、その2人の、友情をかけ、友情、はい、友情で頑張ります。よろしくお願いします、はい、これ、普段プレイされたこととかってあります、裏で。もういっぱい、いっぱい。あ、そうなの。これ多分視聴者さん本当に知らんからな。ちょっとじゃあ楽しみでございますけども、さあ、早速ね、ゲームをスタートしていきたいんですけども、今回のマップは3層でございます。ちょっと広いですね、3層でございますので、ぜひちょっと頑張っていただきたいなと思います。さあ、試合始まっても大丈夫でしょうか、お二人準備は。バッチリです。はい、それでは行きたいと思います。マップは3層です。いきますよ、グッドラック、ハブファン。グッドラックハブファン。逆にさ、これサイトを行かね、これプラントしよう、プラントしちゃおうよ。確かに、ね、セット行きます。セット行くのあれだね。セット行くすか、セットプレイ。あ、今持ってた、今持ってた。ちょっとね、今ね、散らばってるから画面が変わらないね、はい、皆さんお待ちください。ほら、まずはグラドナイン。アマルイクスは自分。あ、マジで？アマルイクス？ないやんね。いやいやいや、大窓でも大窓2回入ってスプラントっす。そうなの？いや、でもポイントどうだろうな。それマジありやな。アリス、アリス。アリス。これ私の声って聞こえてる？聞こえてますよ。じゃあ静かにするね。いや、全然。マジで？足音うる。2回やね。まあ、これ敵の位置を教えてください。いけるっすか？オッケー、オッケー。入って、オッケーっす。木で、木の中でプランしますわ。オーラ出てる人いるぜ。グラバーさん。はい。あー、ガラズか？さっきはガラズで。オーラ出ちゃって。強そう。やばい、緊張してきた。さあ、本当にグラザーマルです、ピックが。楽しみだな。これいけるっしょ。たっぷり遊撃出てくれ。いや、多分出てるから。はい。ちょっと入ってたドラマスあれ。ゲス。リスキルをやめて。OK、OK。エイムが悪い。あ、やばいやばい。どこ殴った今。元かな。お、やべえ、ちゃんと見といてる、やべえ、ドラマンね。え、見てます？あ、ドラマンねえわ。これいっか、いっちゃうか。ラペルは。
か、スパイク持ってよ。あ、いやいやいや、オッケーっす、オッケーっす。バッチリ。バリキャったらスモークれる。はい、オッケーっす。いいよ、いつでも。あ、マオが割れた。オッケー。ちょっと待ってくださいね。え、アマルで、はい。アマルで割れた。上。はい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 、やばい、抜かれてる、やばい、抜かれてる、やばい、やばい、やばい、もうちょい助けて、もうちょっと、もうちょっと、え、来た、頑張れ、あー、頑張って、ただプロントは成功です。ナイス、ビアリングもあるよ。これ飛び出してくるじゃん、これ。おお、これちゃんと回ってきたら賢い。おっと、やばい、やばい、どうする、あタイミング合わせてきた、これ。うまい、これはちょっとね、うん、まあ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 、3万あるから、まだあるから、まあまあまあ、いや、ナイスナイスプロントでしたけども、いやー、惜しいな、ね、いやいやいや、ちょっと待って、いや、これアマルじゃなくて A かな、これ A、 アマルじゃなくて、あー、申し訳ないっす。頑張ります。はい、了解っす。いきましょう。もっかい行くんすか、もっかいっすか。もっかい僕は、あやさんのために命を削ってきます。いや、なんならお前がカンダラつくの俺が設置して出る。いや、次ウォーデン入ってくるっすよ、多分。いないっすよ、なんて。トン、トン、トン。いな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 い。いや、ここ取られたら負けっすよ。ちなみに負けだよね、負けだよね、負けっす。3ラウンドまでね、一応やらせてはいただきますけども、いやいやいや、勝負に勝ちたいんで僕。じゃあここから取らなきゃだしね。はい、これハッチどこやろうな。もうウォーデンは2辺。あ、オッケーっす、オッケーっす。ちょ、二人ぐらい削ってから行きます。これが。時間いっぱい使う。ミラ見えたんよな、多分。ほら、ミラおる。あ、でも年は守ってないぞ。読書会上おるっすね。よし、ここは得意。はい、読書会上。これはもう、今日戻るんで、今日。オッケーっす。現地でカメラ見てるっすね、一人。これさ、現地窓からさ。はい。ハンダルやってくんね。ちょ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 、オッケーっす、オッケーっす。50秒でやって。オッケーっす。1個くらいでいいよ。うわぁ、そういっぱい。あ、ごめん、いらないわ。もういいや。あぁ。えぐっ、敵の怖い怖い。ミラがたっぷりおるっす。ミラある、ミラが。あ、割れねえな。いや、でもこれ読書入れそうやな。出るわ。とりあえずの読書入っちゃいますわ。いいよ。あ、ダイニングワンいる。ダイニングワンいる。あと1分20秒。あー、びっくりした。読書会です。そんな、空手したよ、じゃあ。いや、もう行っちゃってくださいよ、先輩。やばい。ナイス。あ、読書会は俺です。お、強すぎ。読書会。あと現地のミラっすね、多分。うわー、ありあり。うわー、いやー、敵強えわ。ちょっとー、なんかあの何やってんすか、視聴者さんのガチ感すごいっすね。いやいやいや、マービーさん 1本取ってたから負けられへん。じゃあこれ次2人固まっていこうかね。
あ、オッケーです、オッケーです。固まってればいける。普通にやろう。さあ。いや、むずいな。1枚削っても人数振り。確かに。2枚削っても人数振りです。2v5 ってなかなかない状況ですか？そうですね。2v5 は、うん、本来なら 2v5 は他の死んだ3人が悪いから。あ確かにね。魔王たち1個も悪くない。1個も悪くないね。野宮さんと運営さんが悪い。そうだね。うちら負けちゃってるから見てるだけなんだもん。もん。近じゃね？近かな。近だわこれ。いや、これはね、ちょっとさ、サーマイト使ってよ、サーマイト。あ、オッケーっす。やらせてください。正面、正面だけやろう。正面オッケーっす。フェイクでしょ、フェイクしょ、フェイクしょ、フェイクで。でも、バンディットゴールっすよ、ゴリゴリ。エグいて。これなんかな。いや、えらない、敵えらくね。いや、もうガチっす。俺ならもうバッ、マービさんたち昨日罠いっぱいやったけど。やばい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 。もう終わった。終わったっす。終わった。あ、村井君、ガラダンコ、ガラダンコ、ガラダンコ。分かりたい、打っていくか。はい、やっぱ一方的にしばくって言ったらグラフ。おお、待て、四方来そう、ワンちゃん。よし、来い。あ、入ってこい。割れない裏。横は割れんす。ピリピリしてます。ロングの怖さは、これロング怖さは、これ友人殴れ、これ。あ、こうする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 。何こうした？ナイス。これはめっちゃでかいっす。待って、角からでね。あれあれあれ。待って、後ろあれ。右のロングっす。あかん。これもう、乾杯っす。エグいもう、もう一回やらせてください、お願いします。もう一度、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 できない、これ、できない、できない、これ。あ、終わった、終わった、終わった。明日呼んでください、明日、明日呼んでください。敵がうまい。そうね、今回ボコボコにされた。連携もされてきましたし、がっつり飛び出しも含めて。割れないもん。割れないよね。そうだね、厳しいっすね。最初に魔を打ち切るか。いや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 、僕あの身を挺してプラントしたんで。なんで買ってくれんかな、あれ。いやいや、でもだいぶコメント欄も盛り上がってましたけどもね。あのチームメイトの涼しい選手も来てくださいましたよ、アイゲーターさん、コメントで。あ、涼しいだろうな。あれ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 、まあね、2v5 はなかなかね、ない状況ですけども、いやでもそれでもやっぱこう、全く敵が倒せないで終わるってことはなかったので、さすがプロだなと思いました、本当に。ありがとうございます。あ、もうまた、また、はい、よかった。はい、ご飯、ご飯、あれ、ご飯誘われた、大丈夫。ご飯誘われたよ、シレット。いや、ちょっとせっかくなんでね、ちょっと一言ずついただいて、じゃあこのコーナー締めていきたいと思いますが、まず綾桁選手。この企画、前もなんかハンマーのやつ出たんですけど、あれも、はい、楽しくて、うんうん、今回もめっちゃやっぱり想像以上に面白かった。あ、よかったです、ありがとう。しかも相手がバカ強い、うまい、ちゃんとしてるんですよ、うん、ちょっとランク帯聞きたいですね、どれくらいですかね。チーズってうまいなと思って楽しかったです、ありがとうございます。こちらこそすいません、本当。さあ、真央選手いかがでしょうか。はい、めっちゃ強かったっす。でもこのクラッチ、昨日見てたんですけど、マービーさんのやつ、いや明日、いや僕日本ワンチャンいけるからなと思ったんですけど、ゼロでした。マービーさんの偉大さに気づきましたね。いや、そう、よかったです、チームメイトのね、偉大さにも気づいていただく。この後の試合も頑張っていただきたいと思います。はい、ということでお二人にはね、あのお時間忙しい中ありがとうございました。お疲れ様でした。お願いします。さあ、ということでね、本当にあの試合ある中ですね、あの参加していただいて本当に本当にありがとうございました。そして、視聴者の皆様もご参加いただきまして本当に本当にありがとうございました。つよつよでしたね。ということで、はい、シーズン3も頑張っていただきたいと思います。